学校のクオリティとしては、本当に素晴らしいものがあると思います。2つの学校は本当に完璧にその、ビジネスマン向け、エグゼクティブ向けの、コースを展開しているので、英語以外の何かその、どうやって会話するのか、どうやっていいこうチームを作っていくのかという、そういうビジネスのシチュエーションまでもこう学んでるという実感があるので、僕は今すごく満足しています。私、ここに来る前は、英語は本当に全く喋れませんでした。そうなると、僕のこうレベルでここにいきなり来るっていうのは、来ていたら相当、僕が今、こう、すごく満足している、事実っていうのは多分なかったと思うんですね。で、CLT に行ったということは、おそらく、僕はその、ここに来る、まあ、ステップの、準備をしていたんだと思います。CLT はすごくこう、アットホームな学校で、生徒の人数も15人ほど。で、トレーナーも、すごくこう、僕が英語喋れない、そんなにこううまく喋れないのを分かっていながらも、こう、会話をこう生み出そうとしてくれるっていうところですごくこう、英語を話すのが億劫にならない環境だったので、どんどん積極的になれる環境だったので、カンタベリーで準備できたということは、すごくこう価値あることだったなと思います。で、それがあったからこそ僕はこうやって今、積極的に、トレーナーももちろんそうですし、生徒たちは今いろんなこうところから来て、いろんなセクションのこうプロフェッショナルの人が多いんですけども、そういう人たちと何気ない会話からプロフェッショナルな会話まで、なんとかこう積極的に輪に入ってこう会話をこう作り上げていくといいますか、そういうことができるようになったなと実感しております。必ず役に立つと思います。先ほど申した通り、僕はもちろん英語を学んでるっていうのもそうなんですけども、それ以外のに経験できることがやっぱり非常に多いのが、やっぱりこの学校の優れているところだと思います。いろんな人たちが集まるっていうのもそうですし、スクールのその学校の、例えばそのパブのプログラムであったりとか、そうですね、食堂で生徒たちとご飯を食べて、その中でこうどういったこう面白いこう会話ができるかとかっていうのも、すべてがこう、次のステップにつながる勉強ができていると思うので、僕はこの経験は、日本に帰ってから仕事をするんでもそうですし、海外で仕事をするのもそうですけども、必ず役に立つと思っています。